アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲと申します。よろしくお願いします。今回はマスターメカニックチケットでフルマスチケ改造を行ったこのモビルスーツガンダムを大規模戦で使ってみようと思います。参戦予約ボタンを押してください。多分フルマスチケの改造によって性能が一気に上がったこのガンダム、1位か2位か3位圏内は確実に取れるだろうと思いますので、はい、皆さんご安心して見ておいてください。うん、レベルは48まで上がりました。そして前回も説明した通りビームサーベルはもう一刀流のみでいきます。戦闘開始までしばらくお待ちください。宇宙だけはやめてくれよ、頼むから宇宙だけはやめてくれよ。ああ、びっくりした、焦った。そうか、今北極基地もあるんだね。ずっと北極基地やってなかったからちょっとびっくりしたよ。もう宇宙っぽいんだからこのマップ、ほんとに頼むぜ、うん、敵はもうこれで OK だな。ガチムチ強襲デッキストライクフォース、うん、ガンダムでね、もうご利用しますよ。うん、3拠点だな。北極基地のちょっと戦い方忘れちゃったな。と、A、この場合は1を取るために A からの出撃でよろしいでしょうか。うん、指揮官さん応答願います。指揮官さん、臨時指揮官さん応答願います。ブライト、スチュアート。指揮官さんは不在だな、この戦場は。相手もいないみたいですね。うん、いないな。互いに指揮官なしでの戦いになりそうです。うん、ではね、4を取れと言うておりますね。4欲しいねって。敵の大部隊が出現しました。戦闘態勢に移行してください。うん、出撃する機体を選んでください。パーツはね、今ね、EX のチケットがね、手に入るので、報酬プラス1。EXP30 ブースター。EXP30 ブースター。補助弾薬パックとか別にいいか。これでいいか。補助アーマーつけておこうね。うん。おお。出撃する地点を選んでください。B だな。B から出て、1、2、3かな ?1、2、3でいいのかな ?3 行くなら4だと。3行くなら4だと。かしこまりました。了解、出撃します。エテボンレディハプティズム、行きます。このフルマスチケ改造を行ったこのガンダム、誰にも抜かれはしないぞ。いい感じだ。2番、みんな早くね。こっちはフルマスチケ改造だぜ。おいおいおい、何マスチケだよそれっち。や、君たちは何マスチケで改造してるんだよ。反則だぜ。あ、もう3番だ。あー、出すぎちゃいけない。ビームサーベル、ビームライフルに持ち替えて撃つ。ニュータイプの力をなめるなよ。持ち替えて振る。あれ現実か。現実にかかっていたな今。危ねえ。といて、現実といとけまず。えいえい、腕ゲルググザマエロ。300秒眠ってな。300秒ごゆっくり眠っといてくれ。撃て。ブーストの管理はしっかり。ブーストの管理をしっかりして、一旦落ち着いてから出撃する。ね、周りをよく見て、周り。この、直撃させる。ね、8時の方向に撃つっていうのは、これ、へぇ、うれ、くらえ。
サイコフレームの調整がうまくいっていないようだ。ちょっとガンダムの設定をし直そう。回収しないと始まらない。遊んでいる場合じゃないぞ。そこ。オキャー、だったらラッキーヒット、ラッキーラッキー。修理すれば大丈夫だって。ちょっとここら辺いるとスナイパーに狙われてる気がして、もうなんかじっとできないな。ごめんなさい、退避します。退避してくれ。危ないと思ったらすぐに退避するんだぞ。そこ食らえ。よっしゃ、めっちゃ調子いいじゃん。さすがフルマッチ家だな。これがフルマッチ家のパワーか。容易に占領もできるという。ああ、やめて、やめてください、お願いします。あ、落ちろ落ちろ落ちろ。一旦崖下に落ちる。一旦崖下に、崖下に。よし、一旦帰ろう。帰れないぞ、この燃えているからか。いや、もう帰るべきじゃないな。ここは一旦もうちょっと安全なポジショニングを取ってから緊急起動を行おう。安全なポジショニングを。やめて。よしよしよし、なんてことはないな。あ、なんでだ、なんでこっちから出てくる。うわ、くそ、修理をお願いします。修理を。ありがとう、ありがとうございます。もう一回言っていこう。ありがとうございます。助かりました。まだまだ、ここからが本番だ。レクセンガタジマさん、ありがとう。ちょっと盾を直しに行こう。一旦盾を直そう。ここでガンダムを失うわけにはいかない。連邦軍の切り札ガンダムを失ったらもう勝ち目がないじゃないか。他に誰がガンダムを動かせるというんだ。 B 地点かな。 A、C、C 地点がいいかな。 C 地点のリペアポットが一番優秀なんじゃないかな。リペアポットどこですか。甘く見ないでよね。こっちか。幻術か。またジオン君には幻術、優秀な幻術使いがいるようだ。よし、完璧だ。あとは頼みました。一時退避。リロードは忘れちゃいけないぞ。いただきまーす。いただきまーす。ここは3番拠点を取るべきだな。3番を取ろう。指揮官から指示が届きました。落ち着くんだぞ、冷静に。一時的にレーダーが無効化されます。3番に滑り込むように、滑り込むように。ここにおお、現実か。また現実にかけられているのか。どこからだ。そこか。あれはプロトタイプだ。よし、今だ。チャンス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 。いけいけいけ。チャンスチャンス。制圧には参加するエテポンゲ。制圧には参加するポンゲです。よろしくお願いします。そうこ。どうだ、これが白い悪魔の実力だぞ。コンテナはしっかり回収しよう。この機動力を生かしてコンテナを素早く回収するんだ。渡すか。くそ、拠点はいただいたよ。コンテナはいっぱいあるからな、取り合わせちゃいけない。仲間割れはよくないからな。仲間割れはしちゃいけない。やった、よし、このコンテナも回収しよう。コンテナを回収するぐらいしか僕が役に立てるところはないからな。父さんもそう言っていたよ。お前はコンテナを回収するために生まれてきたんだと。アムロかコンテナにするか迷ったと。コンテナレイかアムロレイか。やった、
父さんは迷っていたよ。自軍戦略兵器が設置されました。82でコンテナレイだったらしいんだが、運搬をしっかり頼むぞ。倒しても倒してもどんどん回収しよう。これではまるでゲームのようですね。回収動画になってるぞ。コンテナ回収動画になってるぞ。それでもやめないぜ。コンテナを回収することはやめないぜ。ガンダムの無駄遣いと言われようが、コンテナはもう止まらないぜ。もうコンテナの依存性はすごいぞ。すごいぞ、この依存性は。コンテナ回収に対する依存性は、もう学者でももう、そのね、医学的に、その証明されてないらしいんでね、このコンテナ回収に関する事例は、うん、いかにして、その、ね、医療の、ね、発展を、コンテナあと2個だ。こっちはもらった。また一つ生まれたぞ。もう何個目だこのコンテナは。いいものが手に入った。また増えているじゃないか。とりあえずな、コマンド LA じゃない、あれは LA に負けるわけにはいかない。あーしまった、ここでもブーストの管理を行ってしまう、怠ってしまった。 LA に負けるわけにはいかないぞ。くそ、早いじゃないか。 LA やるじゃないか。しかし帰ってくるのはエテポンゲのこの白いガンダムの方が早かったようだな。そろそろ来そう。うわ、核来てんじゃん。核壊しに行こう。核行き止まりじゃないか。クソ、コンテナがあった。コンテナは見逃さないぞ。なんていうコンテナゲーなんだこれ。ナイス、各 GJ だわ。 GJ。 あ、もう1000だからいいわ。もうね、タクティカルがね、マックスなんで。はい来た。現実だな、また。しかしそこに地雷を撒いたのは見逃しはしないぜ。てめえ、新規が前に出すぎなんじゃ。やばいやばい、現実。落ち着いて対応しよう。次の標的は誰だ。オッケー、カックカクじゃねえか。何、ガンダムが2機いるだと。分身の術を使おう。多重影分身の術。あ、よし、ちゃんと破壊しておかないと。誰かが踏んだら大惨事になるからな。レーダーがあるぞ。レーダー反応があるぞ。気をつけろ。うめえ、めっちゃうめえな、今日絶好調だな。エテポンゲ絶好調だな。いかにここで敵を撃破するか。やった、いいものが手に入った。当たらないニュータイプなの、あいつ。ゼメ気をつけてくれ、上からの攻撃。ゼメ見る、やべえ、7連撃はやばいぞ。
前代未聞だぜ今。やばいなら、10連撃がかかってしまって体が重くなってきたぞ。右手が言うことを聞かない、左手が言うことを聞かない。あー終わる、終わりたくない、まだ終わりたくない。うん、まだ終わってないぞ。ってポンゲを舐めるな、フルマスを舐めるんじゃないぞ。よっしゃよしよしよし、8連撃きた。これ KTKR、おしおし、9連撃9連撃きた。リーチきた、リーチきたけど、もうビームだ。バズーカがない、バズーカがなくても、バズーカがなくても、ああこれじゃやられやんくじゃないか。出撃する機体を選んでください。まだまだ動くぞ、こいつ動くぞ。まだ僕にはガンダム以外にだって乗れる機体はあるんだ。なすすれなし、戦意喪失と。陸戦型ジムを舐めるなよ。ざめ、ざめ、ドーン。よし、これが陸戦型ジムだぜ。陸戦型ジムのね、この F バズ180ミリコンビネーションアタックはね、もうジオンもびっくりだからな。さあ狙ってるな、狙ってるな。だがしかし盾全部落ちたところ、ハイエナを狙おうとするスタイルね、これ。ダメだなそれは。はい、吐いた。はい、ドズザク。よしよし、リロードをしっかり済ましておけ。ロックオンされた、どこからだ。多分ゲルだな。あぶねえ、チャービー、あぶねえ。耐えた。くそ、盾を失ったな。どこから行こうか。どこから上に登ればいいって言うんだ、これ。ブライト指示を頼む。落ちてしまったかな。もう一度そっち側に戻ろうか。こっちから登れるかな。くそ。こっちから進んでいこう。やった、いいものが手に入った。オッケーオッケー、ここからいけるな。ここから5番を狙いながらね、出てきたジオン兵を駆逐する。これあぶね、クラッカーじゃん、あれクラッカー。なかなかいないな。あー、爆撃。オッケーオッケーオッケー、気をつけろ。爆撃には気をつけるんだぞ。落ち着いていけ、落ち着いて、丁寧に。おーおーおおお、どこ。あとはゆっくりしてな。やばいやばい、ブーストが、あーやめて、やめてください。ダメだ、動かない。動力回路をやられたか。下がるしかないか。しょっ、このジムで撃ち落としてやるからな。しゃぶれ、今のうちしゃぶっておけ。うわー、ジムじゃなかったな、ここは敷ジムだったな。これしゃぶりが遅いぜ。よし、退避させてもらいます。ジムはね、優秀だからな、こいつは。優秀機体だからな。どこ
からでもかかってこい。サンプルデータは大いに越したことはありません。落ち着いて落ち着いて。スナイパーも狙ってるからな、スナイパーも。来るなら来い。修理させるか。あ、どけ。そこ邪魔をすな。あ、なんか生きてた、なんか生きてた、ラッキー、ラッキー、なんか生きてたよ。修理をお願いします。修理お願いします。まだ戦いたいんだ。ありがとう、ありがとうございます。行きます。指示が届きました。ちょっとお手伝い頼まれてくれない。5番だ。レーダーがあるな。レーダーを壊そう。ダメー、やったぞ、撃破したぞ。そんなところにいるか。あー、やばい、どうも、マンバズは怖いぞ、マンバズは。敵軍戦略兵器が発見されました。急いで破壊してください。指揮官から指示が届きました。戦略兵器の起動を確認しました。残らずブーストが、やめてくれ、見逃してくれ。即撃破。くそ、マジか、核決めよったで。 GJ だな。我が軍の勝利です。連邦軍さすがだな。それを束ねているのはこのガンダムのパイロットであるエテポンゲディハプティズムである。どや。戦闘における戦績を報告します。おお、7位。ね、もういつも通りの7位ですね。うん、いつも通りの7位の324ポイント。うん、個人の評価を報告します。大体こんな感じだからね。うん、大体こんな感じだからね。うん、素晴らしいですね。次も期待していますよ。やったね。オッケー、これでね、デイリーも終わったしね。うん、EX チケット3枚。開封する。うわ、上がすごかったな。いやー、ガンダム素晴らしい出来でしたね。うん、非常に、うん、乗り心地がいいね。うん、各種フィルターも交換したんでね。うん、非常にエアコンの効きも良かったです。はい。いや、よかった、ガンダム使いやすい。はい、戻ります。やっぱりね、なんて言うんだろうな、その積載をしっかり確保したことによってね、機体のバランスが非常に良くなったことがね、わかる。うん、非常にわかる。うん、あとはその戦い方だな。うん、あとは戦い方だな。プレイヤースキルがね、物を言うユニットだな。まあそれはどのユニットに対してもね、そうなんだけどね。だからこのガンダムと私のね、愛機である陸戦型ジム強襲装備、うん、この2機がいればね、うん、獣医圏内間違いないな。けどちゃんとね、冒頭で言ったちょっと上位のをね、上位圏内に行くと、今回はね、うん、無事に果たすことができました。参戦予約ボタンを押してください。ね、エテチャレンジクリアだな。エテチャレンジ一つクリアしました。はい。ではね、フルマス地形改造したガンダムの試運転でした。はい、お疲れ様でした。